ここのリンゴ園は昭和57年の植栽です。ただその後いろいろ改植して今の木が3代目2代目になっています。私でリンゴ農家3代目なんですけども、これ北上川がすぐ流れていまして、土壌が非常に肥えているということと、まあ、寒暖差も結構あるということで、リンゴには向いているんじゃないでしょうか。まあ、富士、三富士がメインで、信濃ゴールド、長野ゴールド、早稲で津軽木をがメインでやっております。ね、お客さんにもよく言われるんですけども、甘みもありながら酸味も感じられて、味が濃い、そのように評価されています。いただきます。いただきます。おいしい。なんぼでも食える、天正地100周年おめでとうございます。北上のリンゴは甘みもとってもあって美味しいので、皆さん食べてください。